お、タッチボールから、さあ長いボール片山胸で受けてパスを選択、カロリーニュス、そして左、イネイネイ、正確でチームを盛り立てる、ベテランが得点でも盛り立てます。スーパーゴールですよ。まず立つだと片山が良かったですね。相手の深さ、背後狙う、この後ですけれども、うまくインサイドキックで、彼が本当に得意なあのアングル、そしてミート、まあこれぞ乾でしょうね。うまくこうバウンドに合わせて、自分のパワーもボールにこうしっかりと集中して狙っていく、ボールの捉え方、ミートの仕方、素晴らしいと思います。